こんにちは、オランジュリのミカです。今日はなんと2時間で作れてしまう本格的プチパンをご紹介します。では作っていきましょう。材料の説明です。純強力粉 220g、 私はリスドールを使っています。インスタントドライイースト 3g、 お塩 4g をよく混ぜてください。そうしましたらお水ですね、 150g を加えてよく混ぜ合わせます。ここは手早く混ぜていきましょう。もし粉気が残ってて水分がなくなった場合はカードで切るようにして混ぜてあげるとお粉が混ざりやすいです。お粉が混ざりましたら台の上に出していきます。ボウルに残ったお粉もしっかり取り出していきましょう。手のひらで押して戻す、押して戻すでよく混ぜていきます。今回の生地はものすごく水分が多くてかなりベタつきますのでね、こまめに手から生地を取ってこねていきましょう。一塊になりましたら叩いてこねていきます。ここでね、しっかりしたグルテンを作っていきます。両手で持ってしっかり叩いてグルテンを強くしてください。生地に弾力が出ましたらグルテンの状態を調べていきます。生地を引っ張ってすぐ切れなければ OK です。そしたらね、丸めてあげて一次発酵をしていきます。ピンと張るように生地を丁寧に丸めていきましょう。はい、二通りにして締めます。ボウルに入れて乾燥しないようにラップをかけましたら30度の発酵機で40分発酵していきます。はい、40分経ちました。生地どんな風になってますかね。膨らんでるの分かりますか。では出していきます。台に打ち粉をして生地を出していきましょう。ベタつくので打ち粉は少し多めがいいです。では分割していきます。 50g を7分割です。これもね、結構ベタつきますのでね、切ったらすぐ生地同士を離してください。そしたら丸めていきます。ピンと張るようにしっかり丸めていきましょう。丸めるときは台に打ち粉をしないようにしていきます。かわいいですね。角度を変えてみてください。急がなくていいのでね、ゆっくり手のひらの中で生地を転がしてください。丸め終わりましたらクッキングシートの上に並べて35度で30分発酵させていきます。はい、30分経ちました。一回り大きくなりましたね。ではクープを入れていきます。軽く打ち粉をしてクープナイフで一気に切っていきましょう。ハサミで十字にカットしても OK です。そうしましたら焼いていきます。230度のオーブンで13分から15分焼いていきます。スチームを少し入れましょう。はい、焼き上がりました。いい色に焼けていますね。解説入れる予定がなくて編集しちゃいましたので、喋りたいことをほとんど喋れず終わってしまいました。また違う動画の方で作り方のコツとか説明していきますので楽しみにしていてください。